あれいけないかも。いけたいけた。この辺じゃないんか。もう一個上かな。来た。ドローン格納庫。どこ？どこだ？こっから入るのか？おう。あ、ドローンある。うん。この人なんだ。ドローンオペレーター。はあ、ははあ。なんかドローン壊れてるっぽいな。いらっしゃい。ドローン速達サービスだよ。おっとごめん。今休業中だったんだ。これまでピザの配達をやっていたんだけど、ピザはもう旬じゃなくなったんだ。だから今は配送業をやってるんだけど。ドローンが1台壊れちゃったんだ。うちは4台全部稼働させないと仕事にならない。ドローンを見たいっていいけど、どうせ今は使えないし。修理する。よいしょ。お、ステッカー。歯だって。ブラシブラシだ。ソフトゼリー。あ、動いた。お、すごいすごい。嘘でしょ、どうやって直したの。よし、これで仕事に戻れる。うちのコールボタンを受け取って。ドローンコール、重いものでも大歓迎。あと何と言っても早いよ。運んでほしいものがあるときはいつでも3を押して呼び出してね。はい。じゃ戻るか。なんだっけ。ドローンで運ぶものを探す。運ぶもの、運ぶ場所じゃなくて。まあいっか、一旦。使用できない。あ、2番。この信号をもとにたどっていこう。使えた使えた。一旦寝るか。よし。南側だったね。
あ、また来た。無限にもらえるんだけど、これ。1000メートルってどのぐらいだろう。1200か。あれ、ちょっと待って、これまたやんなきゃいけないの。またやんなきゃいけないんだ。何気にコインが、古びた井戸。あ、ここにあんだ。あれ、これ、あ、これ壊れてんの。フルーツ。あれ、あ、ソフトだった。どうしよう、クッキーもらっとくか。コイン欲しいな。セラミックレイク。あ、ここはあれだね、治ってるね、治ってるね。あ、上なんだ。そこ？あ、ここから登れる。ターゲット運ぶ。うわあ、ここまで持ってこいと。持ってきてくれるわけじゃないんだ。
まあまあまあ西に行けばいいだけ。あれ？リミッターがつけてある。正常に作動してるね。あ、そう。あれ途中までやったってこと？どれもいらんのだよな。いらんものは占い師にあげてもいい。寄付します。あ、2個もあげなくてよかったな。まあそんなとこでいっか。よいしょ。これ。え？どういうこと？はいはいはい。オッケーオッケー。戻ろうか。2ついっぺんに運べたんだね。よかった、運んどいて。試してみてよかった。ここだ。ドローンを呼び出して配達してもらおう。ほら、新鮮なうちに早く。1でいいかな。よし。確かボックスにマインドカードを差し込んで起動させるんだっけ。あら、顔がすごいな。アンテナだこれ。お花みたいだね。おお、いい景色だね。これで一個広がったと。それじゃあもう一つのアンテナブロックもやってね。はい。あれ？乗れない、ここ。右上。まあそう遠くない。はーい。
よし。二つ目、OK。これで全部。なんだか目が覚めてきたかも。基地に戻ってきてくれない？了解。あれ、やつがいたぞ、捕らえろ。わあ、囲まれてる。よう、手荒な真似して悪かったな。トンズラーだって。実は俺たちのお宝が入ったケージをあそこの穴にうっかり落としてしまったんだ。ほう、私たちのスピーダーはでかいものしかなくてね、これじゃ穴に降りられない。中には大事なものが入ってるんだ。これがないと俺たちは患者を救え。患者じゃなくて、とにかくこれがないといけないのさ。なんたって俺たちは海賊だからな。そうさ、俺たちすごく恐ろしい海賊さ。だからお前のそのスピーダーで穴に降りてお宝を取ってきてくれねえか。周りのやつから聞いたよ。お前頭が切れるんだろ。なあ、頼む、助けてくれ。お前だけが頼りなんだ。スピーダーで？そもそも。こんなとこ閉じ込められたらいけるもんもいけないけどな。はい？おかしな岩。この形の岩、砂漠のあちこちにあったよね。解析してみるね。どれどれ。一部が金属になってる。あ、確かその岩はアンダーボットってやつだぜ。移動するためのマシンだったらしいけど、今じゃ誰も使い方を知らねえ。邪魔してごめんよ。中に何か詰まっててクラクションが鳴らないんだよ。ちょっと見てみてくれよな。クラクション。ふむふむ、本の中に何か詰まっているね。取り出してみよう。うわ、あのクソ真面目なツール教団が大好きなパズルじゃねえか。本がすっきりしたぜ。これでクラクションが鳴らせるぜ。クラクションを鳴らすときは俺に乗ってから左クリックをしてくれ。お、今の何？クラクションの音が、音に岩が反応したってこと？おうおう、ワープ装置みたいなもんか。これがアンダーボットの使い方か。やるじゃねえか。砂漠の地下にアンダーボットをつなぐ通路があるって話聞いたことはあったが、誰も使い方を知らなかった。すげえよ。なあ、そのケージにロープを引っ掛けてくれねえか。あれ、なんか人がいる。迷ってたんだ。こうか。うーん、新しいとこ行けるようになるのかな。やったぜ、ありがとな。アンダーボットがあるから穴から出るときも大丈夫そうだな。お前たち何事だ。またケージを落としたのか。あれには患者の。おっとよ、その服いけてるな。ってお前が助けてくれたのか。ありがとうよ。お前みたいに頭のいいやつがうちにも欲しいぜ。またな。この話から得られる教訓は、変な見た目の岩を見かけたらクラクションを鳴らして抜け道を利用するべし。理由はわからないけど。うん、今すぐ行く。すぐ戻れんの？え、嘘。すぐ戻れる。
こっちか。うん。目が。目がバッチリと覚めたよ。アンテナのおかげで能力が覚醒したみたい。早く検索だ。検索を開始しよう。検索中。よしよしよし、いい感じ。大量のデータを高速に処理できてる。ボットネットは小規模なネットワークだけど、文字の文字のエフェクトがすごい。小規模なネットワークだけど大量にデータが詰まっている。レシピライフハックに噂、ゴシップ何でもある。 OK、 コールサイン RT428 を検索。なるほど、あの男はあそこから移動して、それからあそこに向かって。なるほど、出た謎の蝶々。僕らは限りない深淵で出会った。魅惑の流れに引き寄せられて、魔法に囚われて。ビックス、またぼーっとしてたみたいだけど、何か見えるの？電磁場にデリケートになっちゃったとか、それともデータアレルギー？この星の変な病気にかかっちゃったとか、アルゴリズム喘息みたいな。そんなわけないよね。スペーサーに入隊するために身体検査では何も問題なかったし。追跡完了。なんだかまた眠くなってきた。コールサインを追ってみたら、しょっぱ砂漠を出ていることが分かった。砂漠を出て南東の方へ行くと。ほう。別の地域があるみたいだよ。知ってた？知らなかった。印をつけておくね。おやすみ。ということはそっちへ行くのか。しょっぱ砂漠はもう卒業？ジップラインとか全然何もできてないけどな。ふむふむ、やっとあいつの行く先が分かったけど、随分遠くまで逃げられたな。徒歩やスピーダーで行ける距離じゃない。船に乗って行こう。やっぱりそうだね。まあジップラインもおいおい分かるだろうから、先一旦進むか。まあ戻ってこれるだろうしね、おそらくだけど。うわー、まただこれ何なんだ。頑張って探索してもそこまで意味をなさないっていうことだよね。アンダーボット、アンダーボットがどこにつながるかは予測できないが、ショートカットしたい時にはとても有効だ。スピーダーコールを使うことで見失ったスピーダー、違う、これじゃないの、こっちだ。クラクションを鳴らせると。マインドカート、ドローンコール、なんかちょっと汚いんだよなこれね。気になる、こういうところ。うん、あ、これで一度探索した場所にひとっ飛びで行けんだ。へえ。ターゲット見つかんないって言われてるけどどういうこと？これ使えばいいのかな。あ、違う、使えないわ。よいしょ。リリック。はーい。
ここだ。おお、なんかあれだね、整備されてるね。すいません、辺りが木だらけで着陸できそうな場所がなくて、湖の真ん中のここしかなかったんです。一見無害そうな森だけど、食虫植物や怠け者の巨大ミュータントが潜んでいるはず。それにビックスを殴ったあの原始人もいる。石槍でも持って襲いかかってこなければいいけど。あいつのコールサインから示された場所はこの辺りだ。慎重に行こう。ああ、チャプター4だって。スッパ森。しょっぱ砂漠からスッパ森へ。深い森と暗い池が広がるどんよりとした地域。ディップの池へ、ハニーチョコレートケチャップ。ハニーディップ、チョコレートディップ、ケチャップディップ。発掘予言者ね。ここにもあれかな、海賊とか、教団の人たちはいるのかな。じゃないと、いろいろな、この辺のものが何に使っていいのか本当に分かんなくなるよね。ステッカーとかさ。まあ、そういう意味では、この、ドーナツ、クッキー、唐辛子、マグネット、この辺も何にも使ってないからね。何使うんだろう。